北朝鮮が7時22分ごろミサイルを発射したものと見られています。ミサイルは太平洋側に通過したものと見られています。北朝鮮がミサイルを撃った場合ですが、海上自衛隊のイージス艦などが迎撃、続いては PAC-3 が迎撃する体制を取っていますが、太平洋へ通過したものと見られています。